こちらですね、定食のお刺身です。私これで飲みます。タイとハマチとカツオですよね。すごいな、ここはこんな新鮮な美味しそうなね、タイのお刺身がついて、すごい安いと思うわ、お刺身です。タイのお刺身いただきますよ。あ、おいしい。山田です、今日は天満に来てるんですけども、天満でね、あのハイボールがね39円で飲めるとこあるんですよ。11時半から明石屋さんですわ。こちらでちょっと食べ飲みしますわ。ランチも安いしね、ランチを食べながら39円のハイボールを楽しむっていう形でね、ちょっと行きたいと思います。まずはですね、39円ハイボールで皆さんお疲れ様です。乾杯。美味しい。39円ですからね、すごい安いですよね。ここのお店は本当にびっくりしますのでね、皆さんの定食でご飯、お酒のものを持ってお刺身定食注文しました。確かね、630円やったと思いますけども、どんなお刺身定食が来るのかすごい楽しみです。こちらですね、お刺身定食なんですけども、これ見て、すごいボリューミーですよ。でコロッケもついて、小鉢に豆腐で、ひじきの煮物、味噌汁にご飯、お漬物。しかもここは味噌汁もご飯もおかわり自由なんですよ。すごくないですかね。これで私39円ハイボールでね、いただきますよ、ね、あの豆腐もね、すごくね嬉しいんですよ。冷ややっこね、ちょっと醤油かけてね、これいただきますけども、やっこいただきます。美味しい。定食ね、かなりお得ですよ、定食を食べながらね、飲むお酒っていうのもね、なかなかいいもんですよ、で次ね、このひじき、このひじき、こういうね、ひじき煮たやつとか嬉しいですよ。ちょっと辛めの味付けで美味しい。ご飯欲しくなるね、これ。ご飯あんねんけどね。ですね、カツオのたたきでございます。カツオのたたきもね、すごい美味しいわ、めっちゃ最高です。ご飯食べようかな。そうそうね、こちらのハマチですね。ハマチです、ハマチ。おいしい。こちら、アカシアサラダでございます。美味しそうです。いただきますよ。シラスがいっぱい乗ったねサラダですよ。シラスちょっとね、酸っぱめのドレッシングですわ。次はね、タイのお刺身いただきますよ。はい、お味噌がいい。
うまっ。39円ハイボールで飲み切りましたんでおかわりしますよ。次はねこのコロッケいただきますよ。これまたコロッケもね下にキャベツがたっぷり敷いてあってさ嬉しいですやん。これコロッケー、コロッケー、うまっ。コロッケ食べたらご飯欲しくなってきた。このね、カツオ、カツオね、これもまた美味しいのよね。これちょっとご飯と食べようかな。ご飯の上にワンバウンド、これいただきますこれでソースがあったんでちょっとソースかけますわ。ソースかけたらご飯の感じさらにええわ。うん、これなんかお茶代わり飲んでますけどハイボールなんですよ、うん、刺身ね、3種類それぞれちょっと1個ずつ1切れずつ残しました。これ何するか言ったらね丼にしようかと今ちょっと考えました。ちょっと醤油をつけて軽くこう海鮮丼が完成しましたよ。残ったわさびをちょっ と, とあの醤油で溶きます。これをねこれをちょっとね、さっきの海鮮丼に即席海鮮丼にちょっとこうかけてこれでいかがでしょうか。即席海鮮丼が出来上がりました。いただきますわ。ちょっとねご飯多いなと思ったけども、めちゃくちゃ海鮮丼ぶり、うん、うん、うまっ、うん、ちょっとご飯残して、ね、まあ残さんでもこれおかわり自由なんで、お刺身をちょっと残してね、海鮮丼ぶりで締めるっていうのも全然ありですよ。おいしい。はい、今ですね、明石屋さんで食べてきました、飲んできました。安い、うん、片方単品で私定食食べたんですけども、ハイボールね、4杯飲んで、1570円でしたわ。すごい安い、昼お得ですね。まあ39円のハイボールってちょっとね、ありえない価格なんですけども、
いい感じでね酔っ払いました、ということでね、いつも山寺の YouTube を見ていただいている、リスナーの方々本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録していただくと嬉しいです。お疲れ様でした。では。